のくさんこんにちは。そして生活保護についていろいろとね教えてくださってる方ありがとうございます。私も生活保護について真面目に考えることが今までなかったんで、何とも言えないところっていうかね、何とも言えないなら黙ってろって言われそうですけども、いろいろと発信することによって他の方のね意見が聞けるかなと思いまして、こうやって動画を流させてもらってます。基本的に私ね、生活保護っていうのは36年前にできた制度だと思うんですよ。まあ、ですんで、まあ、いろんな状況違いますしね、まあ、今この令和2年の時代の生活保護っていうのをちょっといろいろと考えてみました。例えば賃貸はそれこそね、いろんなところによって差はあると思いますけども、やっぱり家賃っていうのはね、5万円ぐらいはどんなところでも、生活保護の中の一つのエッセンスとして入れた方がいいんじゃないかなと思うんですよ。家賃補助5万円ぐらいですよね。でそれから食費とか、それからその他ね、間食ですね、おやつとかドリンクとかもあると思いますんで、これはやっぱりね、今の時代ね、1日1000円っていうのではなくて、やっぱこれも5万円ぐらいは出した方がいいんじゃないかなと思うんですよ。その他光熱水費通信代というので、やっぱりねこれも5万円は多いと思うんですけども、それでも5万円で、ここまでで15万円っていうのはきっちり出していただいてですね、その他に、まあ、車とか移動手段ですね、まあ、移動手段という括りで車っていうものを主に捉えますけども、こちらの例えばね、車を買った時のローンが2万円でしょ、で保険が1万円でしょ、でガソリン代など整備費とかこういうの込みで1万円、まあまあこれでも5万円ですよ。そうすると20万円っていうのはパパパーンって出てくると思うんですよ。であとは将来のための貯蓄っていうのも生活保護の中に入れたらどうかなと思います。生命保険に入るとか年金を払うとか、こういったもの、そうすると簡単に25万になるんですよ。で25万でも大贅沢ができるかっていうと、そうではなくて、25万あって今度は自己教育費ですよね。これもやっぱり5万円ぐらいかなと思ったら、ちょっと多めに見積もってもね、30万ぐらいになると思うんですよ。じゃあこの30万があれば健康で文化的な生活が送れるかっていうと、まあそっからはね、もうそっからはちょっと自己責任の部分にお任せできればなと思うんですよ。いわゆる下の方に控除があって、上の方にやっぱり共助があって、その一番最後にね、自己責任ってもの、自助ってものがあって、この組み合わせでなんとか一人一人の暮らしっていうのを守っていけないかなと思うんですよ。それこそね、今はね忙しくって勉強する時間がなかったり、政治とか経済に意識を向ける時間がなかったり、さまざましてしまいますんで、そうなるとね、国民全体が賢くなるチャンスがなくなると国の衰退になると思うんですよね。まあ、そういうのも込みでいくと、私はやっぱり生活にある程度余裕を持たせて、まあ、自己学習する機会とか、それこそ自分の収入とか生活に心配がないから、誰かのために何かをしたいなっていうボランティア精神をね、こうやって培ったりとか、人のために儲かんないけども、利益にはなんないけども、自分の時間とか自分の能力を使っていこうっていうふうなね、こうお互い助け合いの精神とかが育めると思うんですよ。やっぱり今ね、一生懸命働いてブラック労働して、で所得が15万とかだったら、誰かのために何かしようとかね、子育てしてみようとか、親孝行してみようとか、ちょっと政治の勉強してみようとか、投票に行こうってなかなか思わないと思うんですよ。まあ、ですので私は30万円ぐらいが必要なんじゃないかなと思います。でそれに比べて、ね、一般労働されてる方、一般労働されてる方でどうしても頑張ってもね、初任給が18万ですとかで、ね、いろいろと泣いてる方もいますけども、所得がなかなか伸びないとかね、平均年収が250万とか200万っていう言われる方には、生活保護として30万で12ヶ月360万でしょ、その埋まらない額を支給するって形でもいいと思うんですけどもね、そうやってどんな方でも、一生懸命働く方でも、なかなかそのお仕事をね、いろんな事情でできない方も、まあ、このぐらいのベーシックインカムですね、ベーシックインカムってのは従来の形のベーシックインカムじゃなくて、基礎的な収入っていうのをあらゆる角度から保障することによって、あとは自己責任でお願いしますよっていう形だったら、そんなにね不平不満は出ないと思うんですよ。で社会の生産力が上がっていけば、この30万っていうのは十分税金で返していきますし、そもそもね税金でこれを支出するわけではなくて財政出動ですから。で将来のツケっていうのは何かっていうと、今ね生産力を失った人たちが、それこそもう自分のことを自分で面倒できないような人がばっかりが増えてですね、で誰かに頼らないといけないとか、何も生産しないけども消費だけするって人が増えれば増えるほど供給が間に合わなくなってきて、それこそ将来世代にツケが残るんですよね。でも将来世代にツケを残さないってどういうことかっていうと、未来の遺産のために働ける人とか、それから知恵をたくさん生む人とかね、
この今の時代をすごく豊かにしておいて、で将来世代にプレゼントできるような、そんなあの余裕のある人がたくさんいた方が絶対いいと思うんですよ。それこそね、足の引っ張り合いですとかね、なんか悲しい事件ばっかり起きているという時代の月に、もっと悲しい事件は起きるとはいえ、なかなか明るい時代っていうのは来ないんじゃないかなと思うんですよ。それこそクーデターとかテロとか暴動みたいなことになって、無敵の人ができてね、終わりみたいになっちゃいますから、そういう意味でも今クリエイティビティをね、クリエイティブな発想を持った人とか行動力を持った人をたくさん残していけるように、一人一人余裕がある、そんなね、人が生まれてくる。そのベーシックなインカムとして、働いてる人も働いてない人もどんな人も30万円をやっぱりね、保証できるような国づくりっていうのができればいいかなと思っております。財源は税金ではなくて財政出動ですから、誰も損しないわけですよ。あとは需要と供給のバランス、いわゆるインフレ率をきちっと守っていって制御していくことによって、この体制っていうのは先の先まで維持されるんではないかなというふうに考えるんですけどね。いかがでしょうかね。では失礼します。